9月8日1日の取引が終了しました。日経平均株価は反落です。3桁の反落となりまして、昨日と比べますと121円70銭安の 19,274 円82銭で取引を終えました。トピックス東証株価指数も 4.70 ポイント安、 JPX 日経400も 43.28 ポイント安とそれぞれ下げております。値上がり銘柄数は全体の約 33% の678銘柄、これに対して値下がり銘柄数は約 62% の1247銘柄となりました。ほぼダブルスコアで値下がり銘柄数の方が多くなっております。トピックスの規模別株価指数でも大型、中型、小型いずれも下げました。今日は特に規模的には大きな偏りはありませんで、新興市場も含めまして全体的に下げたという展開であります。商いは膨らんでおります。売買高は18億6000万株余り、売買代金は2兆7145億円、2兆7000億円を突破しておりますが、今日は株価指数先物およびオプションの9月もの SQ 算出にあたります。この先物の決済に絡む売買で膨らんだという特殊要因がありますので、実際これを除いた実質的な商いとしては2兆円強といった売買代金だったと推定されます。それでも2兆円規模の実商いがあったということにはなります。今日は朝から売り注文が先行して始まっておりました。昨日のヨーロッパ欧州中央銀行の理事会で金融政策は据え置き、ただその後のドラギ総裁の会見などを受けまして欧米の金利が低下しました。これを受けて金利差が縮まったということで、日本では為替が円高ドル安が進んでおります。東京市場に入りましてからは特に5番には1ドル107円台半ばから後半と一段と円高ドル安が進みました。これが株式相場の重荷となっております。で、5番に入りましてからは午後2時前後にメキシコで大きな地震が発生したということが伝わりまして、さらにこれがリスク回避の円買いを誘いまして、ドル売り円買いで1ドル107円台60銭台まで円高が進む場面がありました。ここで日経平均一番安いところ、昨日と比べますと150円余り下げる場面もありました。大引けはそこから30円ほど下げ幅縮小はしておりますが、それでも3桁の下落ということで取引を終えております。今日は金融株などあるいは輸出関連株など幅広く売られたという状況であります。こういった中で下げが目立った銘柄としましては8630損保ホールディングス、損害保険大手の損保ホールディングスが結局 2% を超える下落となりました。今日は保険セクターが全体的に軟調でした。アメリカで新しく大型のハリケーンがさらに接近していると、イルマが接近しているということなどで保険の支払い負担が警戒されたという面があります。逆に上昇した銘柄としましては個別では6077エヌフィールドが急騰しました。こちらは値幅制限いっぱいのストップ高で取引を終えております。こちらは一部外資系証券が新規の買いの評価で調査を開始したという強気のレポートが手がかり材料になりました。医療費増と労働力不足に悩む社会インフラとしてピックアップということで強気のレポートが材料視されました。以上、今日おびけの模様東証アローズからお伝えしました。